大石陸伊波津塚公林院、陸原文元年11月19日は、江戸時代前期の女性。阿公藩家老、大石義雄の妻。当時用いられた名乗りではないが、現代では、大石陸とも呼ばれることもある。田島国という家藩京国家の家老石田浜以降の長女として誕生。母は、佐々名の守る旧西の娘。 石田場家は代々京国家の筆頭画廊を務め、千二百国を、ハム京国家中一番の名門家であった。大柄だったと言われ、身長は六尺あったとも言われる。上京四年、張間国河後藩浅野家の筆頭画廊の大石、吉尾と結婚し、阿公城内にあった大石邸へ移住。元六元年に、長男、松野城、元六三年に、長女元六四年に、 次男、吉千代、元禄十二年に、自女瑠璃を生んだ。なお、吉尾には、めかけがおり、元禄十四年二月十七日に、めかけの生んだ女子が四歳で溶接したことが科学寺の資料に見える。同年三月十四日、江戸城で、直司教王役を務めていた、主君、浅野長則が、後景旗本の吉良義中に人情に及び、浅野長則は即日切腹の上、 阿コ藩は取りつぶしとなった。5月の阿コ城会場後、吉尾が会場残務処理に当たっている間、4人の子らと共に、陸は一時田島と八日の実家へ帰ったが、その後、吉尾が山品に住居を定めたので、7月初めに陸も山品に移り、再び一緒に暮らした。この夫婦生活で、陸はまた一人子を見ごもった。しかし、 吉尾の名役に加わった同志たちの間で密談が進む中、名役の妻子にも喋らないの原則を守るため、元禄十五年4月15日、吉尾は名役に加わることを望んだ長男吉兼金を除いて、陸と他の子らを再び豊養家に戻した。さらに連座が及ばぬようにとの配慮から、陸と絶縁。7月5日に、石田灰絵で三男に当たる大石大三郎を出産した。 12月15日、夫吉雄と長男吉金を中心にした赤を老子たちが、あだのキラ吉中の首を上げて、本会を遂げた後、2月4日に切腹となる。残された陸は、吉尾の維持たちの養育に当たった。長女空と、次男、吉千代はそれぞれ若くして死去したが、次女瑠璃と三男大三郎が無事成長した。また世間ではなき夫、大石吉雄の人気が過熱したこともあって、 秋国広島藩の浅野本家が吉尾の子を家臣に欲しがり、聖徳三年九月に大三郎は、父吉尾と同じ千五百国にて、浅野本家に仕官した。また次女瑠璃も広島藩士で、浅野家一族の浅野直道と結婚している。陸は、落職してから降臨院と称し、広島藩から隠居領として百国を支給されていたが、原文元年に死去。去年六十八。 広島の国体寺に葬られた。ありがとうございます。